来た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 、競馬ビートの裏側を伝える、その名も吉原興業のはみ出し競馬ビート。関西テレビアナウンサー吉原興業です。2月は、まあ、競馬界にとっては別れの季節なんていうふうにも言われまして、そうですね、私たちと知り合いの JRA の職員さんなんかもね、はい、移動の時期だったりがありますし、あ、そうなんですか、結構あの競馬関係者の方たちが移動するというかね、はい、変わるっていうポジションが変わるっていう、はい、そういう時期でもあるんですけれども、はい、調教師の先生たちも定年を迎える方たちもいらっしゃったりして、はい、うん、特にこの2月というのは別れの時期で、ね、その恩師の前で勝利を目指すジョッキーだったり、はい、何々調教師のためにっていう、そういう思いが溢れるというかね、はい、今年もまたそういう1週間になるということになりますが、はい、今年はやっぱりこうこの日本競馬を支えてきてくださった名調教師、うんうん、ある意味この日本の競馬を変えた一人と言ってもいいと思いますが、美保の藤沢和夫調教師が定年ということで、うん、この調教師生活のピリオドということになるわけですね。もうミスター調教師と言っていいぐらいの存在ですよ ね、本当に僕らからすると、はい、うん、調教師といえばあの顔ということで、うん、そうですね、まあ、私たちもダービースタリオン世代ですし、ダビスターね、はい、やっぱりもう見本でね、うん、一番上にね、はいはいはい、名前が藤枝という名前が、そう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 、藤枝っていう名前が名前がね出てきてね、乗ってて、はい、やっぱりあのダビスターの中でもね、うん、こう、まあ、割と馬に優しい、はい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 、ね、調教をお任せにするとそういう風な感じになるというね、うん、そうそうそう、結構あの子供心にすると、はいはい、もっと強い調教をしてるっていう、そうね、自分のオートでやるときはバンバンこうね、そうそう、合わせる強めとかね、ね、体重減らさなきゃいけないし、みたいな感じでやるんですけど、いやいやと、藤枝厩舎は、元井、藤沢厩舎は、うん、馬に、うん、ソフトなというか、そうですね、しっかりと、でも、馬のことを考えて、うん、馬優先主義という、そういうこう調教スタイルで、皆さんにとってもその調教師といえば、藤沢和夫先生っていう風なイメージをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、今週はですね、もうその藤沢和夫調教師を振り返ろうということで、なるほど、はい、僭越ながら、はい、そうなんですよね、いろいろ皆さんとその藤沢和夫先生と戦った名馬など思いを馳せていただけたらなというふうに思っております。で、このカンテレ競馬ではその藤沢和夫調教師のもう一度見たい管理場アンケート、アンケートを取らせていただきまして、いうのを取らせていただきまして、たくさんのね回答コメントいただきました、本当にありがとうございました、ありがとうございます。もうなんか納得のね皆さんのコメント、いや、やっぱりでも改めて名馬ぞろい、ほんますごいよな、うん、G1 一勝するのも難しいと言われてる中で、これアンケート見るとめちゃめちゃ馬の名前があるという、そうですね、それだけ G1 を勝ってるし、それだけ名馬を管理されていた、そうですね、っていうことですよね。まあね、こう最近で言えば、はい、やはりグランアレグリアという名前から、うん、出てますね、そうですね、で、ダービーを制したレイデオロ、はい、うんうん、で、まあ往年のというほどではないですけども、はい、まあ、シンボリクリスエス、うんうん、ゼンノロブロイ、ゼンノロブロイね、ね、もう止められなかったよね、この時の藤沢先生というか、あの時はね、本当にね、ね、うん、すごかったね。ジョッキーは武豊、調教師は藤沢和夫、はいはいはい、もう止められない、今年 G1 何勝するのよ、うん、っていうようなシーズンでもありました。はい、うん、いやー、いっぱい名前あるわ。うん、本当にたくさんいただいてね、はい、ゼンノロブロイ、レイディオロ、グランアレグリア、大気ブリザード、大気ブリザード ね、 ね、あの安田記念ね、安田記念 ね、 ね、そうそうそう、シャドーロールつけてね、また大きくてね、迫力ある走りですよ、ね、あ、新興ラブリー、ああ、もうだから新興ラブリーまで行くと、この藤沢和夫調教師初めての G1 制覇でしょ、ね、マイルチャンピオンシップが、そうですね、うん、あとね、はい、ダンスインザムード、ああ、そっ
か、ダンスインザムードもそうか。あれですよね、ビクトリアマイルの、はい、第1回。ああ、そうだ、北村博ジョッキーと。チャンピオンですね。ああ、はいはい、そうですね、はい、本当にこう名馬がいるなと。ああ、吉原さんが好きな、はい、バブルガムフェロー。バブルガムフェロー。入ってますね。ええ、僕はもう本当に1997年かな。はい、バブルガムフェローと、はい、エアグルーヴの天皇賞の叩き合いが初めて、競馬場で見たレース、東京競馬場でしたけど。バブルかエアか。そう、バブルかエアかの。熱いなぁ、はい。そうですね、あまり他に逃げるという、絶対逃げるという馬がいませんのでね、はい、サイレンスズカが行くという展開になると思いますけれどもね。そこで稲妻高尾がどう出るかという形ですが。そうですね、内側にいますんでね。さあ、体勢が完了。天皇賞秋、今スタートが切られました。まずは揃ったスタートから、果たしてバブルはどんな位置取りを、おー、早くも3番手に行ったか。バブルガムフェロー早くも3番手前に行く。バブルガムフェローは横綱競馬前に行きます。問題の2コーナーを過ぎていく。サイレンス鈴鹿がやはり行った。サイレンス鈴鹿が先頭で4馬身から、あ、6馬身から7馬身8馬身一気に広げていく。稲妻鷹を抑えて2番手、そしてバブルガムフェローが続いて3番手であります。さらにその後ろでありますが、6番のヤシマソブリンが続いています。爪をついてローゼンカバリー、その間を割りまして青い帽子はグルメフロンティア、そしてエアグルーヴはここにいます。エアグルーヴはここ、そしてロイヤルタッチが続きました。爪をつきましてオレンジの帽子キングオブダイヤ、内からはジェニー、さらにはグリーンの帽子新海運、そしてさらには、ホエイコスモスあたりも続いています。爪をつきまして MI ブラン、さあしかし画面の上ご覧ください、この差今58秒台、いくらなんでもこれは早すぎないか。川内博士、この差はどうだ、このペースはどうだ、果たしてこの中で岡部はどう動く。今年の秋の天皇賞をかき回すサイレンス鈴鹿、このスピード4歳馬が果たしてこのまま押し切るか。4コーナーをカーブします。さあバブルガムフェロー、バブルガムフェローは現在3番手、外側ローゼンカバリー、稲妻カオインコース、さあ先頭はサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿依然として4馬身のリード、内が入った左口、川内の左口が入っている、内からヤシマソブリン、さらにその内からジェニー、外からエアグルーヴ、エアグルーヴのクセインロイヤルタッチ、外からエアグルーヴが来た、エアグルーヴが来た、残り200、先頭はサイレンス鈴鹿、バブルをかわした、バブルをかわした、エアグルーヴか、エアグルーヴか、内からバブル、内からバブル、内からバブル、バブルか、エアか、バブルか、エアか、エアグルーヴ、恐ろしい馬です、恐ろしい馬だ、バブルガムフェローをかわした。あの時は僕バブルを応援してたのかな、確か。そうですねって言ってましたね、うん、そう、連覇がかかったんですよね。そうですね、3歳かかってね、バブルはね、はい、その前の年のバブルガムフェローがそれこそ桜ローレルとか、うん、前のトップガンとか、うん、マーベラスサンデーとか、はい、いる中で3歳馬、あ、だから現3歳馬、当時の4歳馬かな、 で、ね、はい、で勝つっていう離れ技を演じた、うんうんうん、桜でもマーベラスでもマヤノでもなくて勝ったのはまあ3歳馬と、まあ現3歳馬、はい、ということだったんで、やっぱそこら辺も革命ですよね。そうですね、普通だったら菊花賞行くだろうみたいな、ね、そうですね、ところがあったっていう、ああそういう思い出も蘇ってきますけれども、そうだね、まあそう言われたら今や軽くその路線がね、うん、こうメインストリームになってきてるというところもありますもんね。そうなのよ、だって去年だってね、エフフォーリアが、うん、天皇賞秋ね、つまり菊花賞を使わず三歳馬で天皇賞秋を制覇するっていう、うんうんうん、そのまあ先駆けと言いましょうか。ほんまやね、うん、うん、それをやっぱり作り上げていたのはやっぱりあのバブルガムフェロー、藤沢和夫調教師ですし、革命を起こしてますよね、競馬界の一つのね、うん、ということで名前出てくるな。やっぱシンボリが多いかな。シンボリクリスエス。あ、クリスエスか。うん。そうやな、うん。まあ、バタバタイもかっこよかったからね。シンボリクリスエスは。そうね、なんかもう、もう皇帝やったね。本当にね。うん、そうだね、うん。やっぱシンボリってつくとね、ルドルフから来てるその、うんうんうん、まあ流れっていうのがありますけど、また強いシンボリが出てきたと。ね、そうね。ペリエね。え、ペリエ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 とね、そうそう。
午後3時現在11万8000人を超えるファンが詰めかけております中山競馬場、いよいよ枠入りが始まろうとしています。吉田さん、吉田仁さん、はい、やはりこの去年の一二百倍中心のレースと言ってよろしいんですか。そうですね、だからシンボリはやっぱりタップの方を目標にしますんでね、はい、そのシンボリの動きを見ながら後続が動くというね、はい、そういうのがちょっと予想されますよね。なるほど。東さん、3歳馬で特に注目しているのは何ですか。やはり全ノロブロイですね。全ノロブロイ、はい、はい、さあ長谷川さん、今全ノロブロイですね。はい、今入りました。あとシンボリクリステス1頭になりました。11頭はすでに枠の中。さあこれが最後のレース、シンボリクリステスグランプリ連覇なるか。フェリエゆっくりと相棒ゲートに入れました。体制完了しました。ゼロゲート開いた。スタートを切った。綺麗なスタート。12頭であります。さあまず3コーナーから4コーナータップダンスシティが行くのか。アクティブバイオ、そしてタップダンスシティ並んでいっている。その直後にザッツザプレンティつけました。さあタップダンスシティが首から体半分くらいのリード。ザッツザプレンティ、そして3番手に控えました。アクティブバイオが2番手であります。さあシンボリクリセスは中段を進みます。さあ正面スタンド前に出てきました。12頭であります。いやこれは意外な展開であります。アクティブバイオが先頭であります。そしてザッツダプレンティ、そしてタップダンスシティは控えて3番手。タップダンスシティは3番手、その後方全ノロブロイ、そしてリンカー赤い帽子、さらに5番のウィンブレイズがあります。外目をつきましてシンボリクリセス、また距離が空きました。アグレスデイタレが行っているチャクラであります。そしてファストカテヤマ行く、そのインコースに4番のダービーレグロ、そして最後方から1番のツルバンボーイ、向こう上面にこれから行こうという12頭であります。さあ先頭から見てみましょう。先頭に立っているのは意外や意外ザッツアプレンティであります。そしてアクティブバイユが2番手、そしてその後ろちょっと距離が空いた。今日はタップダンスシティは3番手、タップダンスシティは3番手、その後方もかなり距離が空きました。ゼンノロブロイ、リンカン赤い帽子、外目からピンクの帽子はシンボリクリスです。内を通ってウィンブレイズであります。さらにまたこの2頭からぐーんと距離が空きました。バラバラの展開、アグネスデキタレが行っている。そして後方からはチャクラ、そして4番のダービーレグロ、そして9番のファストタテーマ、末足にかけるツルバルボーイ。さあ先頭から新割まではおよそ25、6馬身という長い展開となっております。さあ前の方が固まってきた、前の方が固まってきた。しかしザッツダプリンティがわずかに先頭、リンカン赤い帽子が来ている。さあタップダンスシーはどうなんだ、タップダンスシーはどうなんだ。シンボリクリスエス馬なりで上がってきている。シンボリクリスエス馬なりで上がってきている。 3,4 コーナーの中間地点。さあ先頭はリンカン、そしてぴったりと12番のシンボリクリスエス、残り 400m。 さあ中山の直線は 310m、 310m、 リンカン先頭、シンボリクリスエス、シンボリクリスエスがこれ先頭に立った。シンボリクリスエス全能ルールで来ている。さあ残り200を切った。先頭はシンボリクリスエス、シンボリクリスエス、リンカン全能ルール。さあシンボリクリスエス先頭、シンボリクリスエス先頭、そしてリンカン粘る、リンカン粘る、シンボリクリスエス先頭、シンボリクリスエス先頭、シンボリクリスエス1着、そして2着にリンカーン、引退の花道、見事グランプリ連覇で飾りました、シンボリクリスエス。しかしこのレースは審議の青いランプが灯っています。勝ち時計が2分30秒後、あの大優作の破られそうないレコードを更新しました。シンボリクリスエスです。クラシックはねまだっていう感じで、そうね、うん、まあそこまでの強さは発揮できずというか、うん、だからそこら辺も無理してクラシックっていう感じではなくて、まあね、丸貝だったこともあるし、うん、でこう武さんがね確か3歳の春に乗って、この馬は秋以降ですよっていうふうにね、うん、言ったっていうね、って言ってるところもあったから、ねね、だからこう馬の成長に合わせながらしっかりとこうステップを踏んでいって積み上げていったっていう、だから馬が力を発揮できる状況っていうのをしっかりと見定めて、やっぱこうなかなかねダービーを目指す、皐月賞を目指すっていうのとね、馬が出来上がってない中でやっぱりこうねちょっと無理をさせながらというか、だからそこにこう取ることで栄光っていうのは当然あるんだけど、やっぱりこう馬第一主義っていうところもあって、ね、しっかりとその成長を待って待って待ってっていうところで強くなっていたっていうこともありますよね。スピルバーグね。あ、スピルバーグね、天皇賞秋、うん、いいね、天皇賞秋。北村博士とのね、やっぱりご本命で、確か、なんか7年か8年か G1 勝てない
時期がね、藤沢先生あって、確かに、はい、そのね、壁をというか、うん、破ったのがスピルバーグでしたね。外からね、一気のね。ね。あの時はなんかスピルバーグとか、ジャスタウェイとかもそうだったけど、うんうん、外から鮮やかな足で突き抜けていった天皇賞脇って印象残ってますね。吉田信夫さんね。ああ、吉田さんか。吉田さんね。ジャスタウェイもそうやね。ああ、そっか。だからその吉田アナウンサーの、うん、あの外からのあの絶叫と、うんうん、馬がリンクするのかな。するね。第150回天皇賞秋 G1 ゲートインは順調です。今ダークシャドウが収まりました。1番はジェンティルドンナ、鞍上戸崎啓太、これからマイネルラクリマが向かいます。マイネルラクリマ収まって第150回天皇賞秋 G1 体制完了。ゲート開いてスタートが切られました。少しばらけたスタートになりました。イスラボニートはまずまずのスタート。そしてやはりカレンブラックヒルが行きます。カレンブラックヒル、秋山慎一郎、好スタート、ポーンと飛び出していきました。そして1番のジェンティルドンナも好スタート。ジェンティルドンナ、戸崎啓太、早くも3番手インコースを進んでいます。イスラボニータはおっとっとかかっているのか、かかっているのか、少し上がっていきました。オレンジの帽子イスラボニータ、3歳馬1番人気かかるように今3番手から4番手まで上がっていきました。さあ逃げたのはカレンブラックヒル、秋山慎一郎です。マイネルラクリマ2番手、そして1番のジェンティルドンナ、戸崎啓太、15番が3歳馬イスラボニータ、鞍上クリストフ・ルメール、落ち着いたかどうか、このコンタクトです。その後ろからサトノノブレス、マーティンボロ、ラブイズブーシェと続いてゼッケン6番のダークシャドウ、外からは当選冗談です。5番のエピファネイアはどうでしょうか。福永雄一必死になだめています。そしてデニム&ルビーは3番です。外からフェノーメのゼッケン9番です。8番のディサイファシーヒロフミ、後ろからは2番のヒットザターゲット、そして黒い帽子上がっていったスピルバーグ、後方からフラガラッハ、アスカクリちゃん、そしてペルーサがしんがり追走。 1000m 60秒7、少し緩めに流れています。平均やや緩めのペース、このペースを作っているのが秋山慎一郎、カレンブラックヒル、マイネルラクリマ、そしてジェンティルドンナ、白い帽子オレンジの帽子がイスラボニータ、クリストフルメール、後ろからマーティンボロも上がってきた。一番外から黄色い帽子はフェノーメノ、さあカレンブラックヒル粘る、カレンブラックヒル粘る、そして内から狭いところジェンティルドンナ、真ん中からイスラボニータ、マイネルラクリマ、イスラボニータが抜け出す。イスラボニータ先頭に立った。カレンブラックヒル粘っている、カレンブラックヒル粘っている。大外からスピルバーグ、大外からスピルバーグ、内からジェンティルドンナ、内からジェンティルドンナ、外からスピルバーグ、スピルバーグ鮮やかに差し切った。強烈な追い込み決まりました。スピルバーグ、北村博士、並み居る強敵を撫で切りました。鮮やかな追い込み決まった。スピルバーグ激アツやな。スピルバーグの激アツ、いや本当に皆さんが思い描く藤沢和夫調教師との思い出というのはどんなものがあるでしょうか、はい、そんな流れの中で僕たちもね、そうですね、ちょっとこのレース、ね、この馬というところでちょっと一頭上げていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、一頭っていうのはちょっとなかなかね難しいのは難しいんやけどね、うん、まあ何頭かで喋りましょうか。喋りますね、喋りましょうか。何あげます、まず勝田君、まあ、いっぱいあげたいんですけど、はい、そのね、あの G1 を僕勝てなかった時期、うん、にやっぱりこうその藤沢厩舎にこう、うん、馬をあの託し続けた、うんうん、あの山本秀俊をね、うんうん、やっぱ絆っていうのはすごく感じてるんですけど、確かにスピルバーグもそうだよね。そうですね、はい、うん、で、あ、どれにしようかな、いっぱいね、ブルーシュとかも好き、ね、あ、ブルーシュもそうやな、好きやね、話題になりましたよね、うん、みんなでね、カジノドライブ、あの新馬戦、はい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 、俺が今まで見た新馬戦の中でも一に争う度肝抜かれ方やったね。衝撃やったよな。京都やったよね、あれね。京都だった、京都だった、うん、あれは確かな、9馬身だか10馬身だかもう大差だったか忘れたけど、うん、あ、とんでもないやつあられたなってやっぱ思ったもんね、うん、カジノドライブで、そこからやっぱアメリカ行って、うん、ね、うん、アメリカでもまあもう結果を出してと言っていい中で、
日本に帰ってきてなぁ、こうやっぱりなかなかこう、G1 勝てなくてね。うん、難しいよね、そのあたりはね。あの、サクセスブロッケントの、フェブラリーステークスとかね。そうだなぁ、確かに。争いと。よかったなぁ。そうやなぁ。ちょうど一頭ね、はい。そういう感じで。で、山本ヒッツ、湘南つながりで。あ、そっかそっか。はい。言っていい、うん、でもね、俺が一番もう多分、長年競馬をやってきた中で、応援もしたし、もやもやもした馬。うんうん、はい。ペルーサ。ああ、ペルーサね。出てきますね。確かに、あの、お名前挙げていただいてる方もね、いらっしゃるんですよね。はい。やっぱり競馬って難しいんやなっていうか、うん、やっぱり、こう、ね、青葉賞まで負けなし4連勝で、行って、うん、あ、これは怪物出たなって、うん、勝ち方も強かったしね、うん、と思ってて、ゼンノロブロイの初年度3区やったかな。うん。で、すごい印象的やった、あの末脚がね、印象的やって、あの、ビクトワール・ピスタとか、うん、ローズ・キングダムとかの、うん、あの、クラシックの年に、うんうん、青葉賞から向かって、はいはい、僕は本命にしてたんですよ。ダービー。ダービー・ペルーサ、うん、本命にしてたんですけど、うん、まあ、ものの見事に出遅れまして。まあなあ、そっからまあスタート出ないのね。道が荒れてないということなんで、ビクトワール・ピスタ、ペルーサはちょうどその先行馬たちの、隣にいますよね。だからその馬たちを行かせて、はい、その後ろにのこう、ロスのないポジションに入るというレースをするんではないかと僕は思うんですけど、なるほどね、まだ後位から中段あたりで前半は、はい、レースを進めるような、予想を僕は立てているんですけど、さてスタート地点長谷川さん、はい、すごいですね、さすがです。大歓声なんですが各馬落ち着いてますよ。あとツザグロリー1頭です。最後に17番枠にトゥザ・グローディーが収まります。体制完了。第77回東京優駿日本ダービースタート切られましたが、ペルーサが出遅れた形になりました。さあしかしここは落ち着いて横山典弘が馬との対話じっくりと進めていくに違いありません。1コーナーに向かっては16番のシャイン、外枠の馬がこう前に行こうというところですが、内枠からスタートの赤い帽子リオとロスノパットのアリゼオといったところも続いていきます。先行馬を見ながらビクトワールピサ、代打で取った皐月賞、代打で臨む日本ダービーの岩田康成です。府中の天使が見つめる 1,2 コーナー上空からのこの映像になります。17頭が色鮮やかに今2コーナーのカーブへと移っていきました。さあここで先手を取りましたのはアリゼオとクレイグ・ウィリアムズ、やはりここは飛ばしていく格好になりました。そしてそんな逃げる馬を見ながらのビクトワール・ピサ、そして後方から現在3頭目でペルーサ横山典弘がレースを進めています。先頭からです。アリゼオが先頭、16番のシャインが2番手、その後ろでありますが2馬身半ぐらい切れて5番のコスモファントも続いてきました。前半 1000m が62秒1の通過になりました。外からはトゥザグローリーがいて、インコース通ってビクトワールピサ、ビクトワールピサ、そしてゲシュタルトが外並んでいる。3番のルーダーシップ超良血馬名将渦潮がいて、その後ろにローズキングダム2歳王者です。1番のエイシンフラッシュは続いている。昼のダムール淡々と、そして外からペルーサがじわりじわりと上がっていく黄色い帽子、さらにその後方には4番のサンディエゴシティがいて、外にはリルダバルが続いています。足がの馬体レームドリアン一発にかけます。11番の半袖バンド、最後方2等バンド当選アレスです。3、4コーナー中間、大欅の向こうを過ぎていく。レースの方は少しずつではありますが動き始めました。少しずつではありますが動き出しました。さあ仮作沿い、内いっぱいにビクトワールピサ、そして外を回してペルーサが上がってくる。最後2強という対決になるのかどうか。ペルーサがいい手応えで持って上がってきた。青葉賞で勝ったこの舞台、さあしかしここでトゥザグローリーが頑張っている。トゥザグローリー頑張っている。真ん中ついてエイシンフラッシュも上がってきている。エイシンフラッシュも上がってきている。さあ先頭はここでローズキングダムか、ローズキングダムか、エイシンか、エイシンフラッシュが抜け出している。なんとなんと皐月賞3着が逆襲の虫が飛んで内田博幸、エイシンフラッシュ、そして2歳王者のローズキングダムが続きました。2強は崩れた今年のダービー、勝ったのはエイシンフラッシュ、内田博幸。勝
勝ちタイム2分26秒9、上がりのサンハロンは33秒4。競馬ってそういう難しさありますよね、うん、でさらに難しいなと思ったのが、うん、まあ、その年ね、しか天皇賞秋とかも使って、うん、あのブエナビスタの2着、うん、最後全部出遅れたけど、うん、すっごい末脚で2着まで来て、うん、でこうもうゲートさえ出たら、まあね、ゲートさえ出たら絶対 G1 取れるのにって思ってて、うん、迎えたその年の暮れの有馬記念、うんうん、出たのよ、うんうんうん、アンカツさんの背にね、うんうんうん、出たのに伸びないの。それが競馬が難しいところなんだよな。あ、ペルーサも今ゲートに向かっています。ちょっとペルーサがゲートの後ろで後ずさりしています。このペルーサが広志さん出るか出ないかでこのレースは大きく変わりますよね。ペルーサ収まりました。最後にジャミール15頭ゲートインに収まった。現役最強馬の証明か、ベラビスタ。ペルーサもいいスタートを切りました。さあ注目のペルーサが前に行こうとしている。ペルーサ好スタート。この秋ずっとスタートに失敗していたペルーサが前に出ました。さあそしてベラビスタは好スタートから後ろに下げました。こんな展開、中段よりベナビスタはやや後方、がっしり手綱を抑えている。ペルーサはなんと4番手で最初のコーナーをカーブしています。さあ正面スタンド前に15頭、あれほど出遅れていたペルーサがご覧のように現在4番手。当選上段が花を奪う展開です。オーケンブルースリーも早め、トゥーザグローリー、さらにはビクトアルプサ、ペルーサがいて、さらにネバブシャンの方にフォゲッタブル、ヤミーレーシングフラッシュ、外からルーラーシング、その内側青い帽子がブエナビスタ。第1コーナー右手にカーブを切っていきます。さあペルーサが前先頭から3馬身から4馬身、そして 1000m の通過タイムはなんと1分2秒というスローペースで流れています。ペースを作っているのは当選上段、現在2馬身のリードを取っています。その後ろ13番のオーケンブルースリーが差を詰めていく。その後ろ少し切れました11番のトゥザグローリー、そしてビクトアルプス早め、さらにオールーラーシップクリストフルメールが早め早めちょっと乗ってかれているのか。そしてペルーサはここにいます。ペルーサはここ、そしてインコースフォゲッタブル、さらにネバブションです。ネバブション、さらに10番のエイシンフラッシュ、外からは16番のジャミールです。青い帽子が2頭、ベリショーベルーがインコースにブエナビスタ。ブエナビスタはここ中段よりやや後方、ドリームジャーニーは後ろに構えて、そしてダノンシャンティ最後方から15番のレッドディザイア、こんな体勢で3コーナーをカーブ。1回先頭に躍り出たビクトアルピサ、それを当選上段がまた奪い返すという展開。そしてトゥザグローリー、さらには13番のオーケンブルースリー、赤い帽子その方からはルーラーシップがその差を詰めて、さあインコース14番のペルーサ4コーナーをカーブする。さあ青い帽子ブエナビスタは中段やや後方、ここで外目に持ち出した。クリストフ・スミヨンが外目に持ち出している。さあ4コーナーをカーブ、直線コース、先頭はビクトアルプサだ。ビクトアルプサ先頭だ。そしてトゥーザグローリー頑張った、トゥーザグローリー頑張った。インコース4番の当選上段、外からブエナビスタ届くかどうか、ブエナビスタが追い込んでくる、届くのか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 、ビクトアルプサ外からビスタ振り返っている。クリストフ・スミヨン届いたかどうか。そうだよな、そう4着やったかな確か。 あれって思ってさ、後ろから行って足が溜まってる状態だったら行くんだけどね、うん、いやでもさ普通さ出遅れてるわけやからさ、うん、そうなんていうの、最初の頑張り具合はさ出遅れてるのとさ、なんていうの、まあ、その、スムーズに出たのとさ、うん、一緒やと思ってるやん。そうね。ゲートさえ出たら、スムーズに、馬群についていけば。難しいんだよな。だから、こう、後方でポツンといることで気分よく走れてる馬もいるんだろうしね。そうね。周りにやっぱ、はい、馬がいない状況とかね。そうそうそう。だスタート良くなっちゃって、馬がいる状況になって、なんか、ちょっと嫌だな。わ、うん、かんないよ。全然、本当わかんないですけど、ね、そういうようなこともあるかもしれないし。そうやな。だからペルーサあるあるみたいなものがね、競馬あるあるだったりするというかね。応援したな、ペルーサ。名前がまずかっこいいですからね。かっこいいよね、ペルーサね。当時、最初出てきた頃は俺ちょっと何のことかわからへんかったんやけど、うんうん、調べてみたらね、うんうん、
アルゼンチンの大スター、はいはい、マラドーナさんのね、はいまあ、ニックネームとということで、そうそう、お母さんがねアルゼンチンスターですから、うん、そっかそっか、それもあるんだな、うん、そうです、はい、そうやな、そうなんですよ、確かに、いや、あの末脚と競馬の難しさ、ね、難しさとね、ほんまにこう印象に残ってる一頭ですね、うんうん、なるほどね、はい、そっか、だから G1 を勝っただけではなくて、そうそうそう、競馬の面白さっていうね、うん、脳を味わわせてくれたのもまた藤沢和夫先生と、そうですね、ことですね、はい、ちょっとそんな流れの中で私も、私はやっぱりこうまあ多感な中学高校生時代多感なね、多感ですよ、多感だったんですか、多感ってどういうことだ、いろんなことを感じるっていうことじゃないの、はい、そうそう、多感だったんですけど、多感でしたよ、それはそうなんや、そうそうそう、何気ない友達の一言に傷つき男ばっかりでしたけど、男子校で、あ、はいはい、ね、うまくいかないことで悩み、なるほど、部活で落ち込み、何部やったんですか、バスケットボール部、あ、バスケ部意外、下手でね、そう、そう、試合に出たら緊張し、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、多感な時期があったわけです、はあ、そう、はあ、その、あの中高時代の、うん、やっぱり藤沢和夫調教師とあの馬場、夢を与えてくれた、うん、世界への夢を与えてくれた、うん、っていうところで言うと大気シャトルですね、まあそうっすね、やっぱりね、これはもうどうあがいても外せない、うん、でも皆さんもそういう思い持ってらっしゃる方ってたくさんいると思うんですけど、はいはい、あの馬にどんな夢を見たか、うん、もうそれ人それぞれいたと思うんですけど、やっぱこう海外制覇っていうところに対する憧れがこうなんか年々高まってきてて、うん、だエルコンドルパサーとかやっぱその扉を開いてくれたり、ね、うんうんうん、シーキングザパールとか、うん、まあ、そういう馬もそうだったんですけど、その中でやっぱりこうあの大気シャトルの国内での強さ、うんうん、やっぱこうクラシック主流、まあ、2000メートルとか中距離っていうのがまあ王道って言われてる中で、なんか初めてそのマイルのスピード感の面白さとか、うん、マイルから世界に羽ばたいていくことのかっこよさみたいなものを教えてくれた馬なんですよね、大気シャトルって、うん、でそんな大気シャトルのレースをもうたくさんあるんですけど、一レース上げるとするならば、うん、1998年の不良馬場、うん、もうめちゃくちゃ道悪の馬場で行われた安田記念、安田記念ですね、うん、あれがね真っ暗だったんですよ、あの、ね、そう、画面越しテレビで、まあ、当然見てたんですけど、テレビの調子が悪かったんですか、違うんですそれぐらい暗かったよ、ね、そうね、本当にあれみたいな、あれはね、画質おかしくないですかみたいな、うんうんうん、明るさがいつもより暗くないですかみたいなそんな感じ、うん、真っ暗な感じの中でもうどん天行われたレース、うんうん、大気シャトルがもう圧倒的な一番人気ね、 1.3 倍とかだったんですね、確かそうやったと思います、っていうような状況の中で、ただ陣営は秋に海外遠征かな、うん、っていうのを表明してて、うん、このなんかもう暗い厚い雲の先にその希望は広がってるんだけど、とてもなんかちょっとそんな状況じゃなくて、うんうん、なんかむしろこうざわざわするというか、大社との負けちゃうんじゃないかとか、なるほど、嫌な感じがあったんですよ、うん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 、不穏な、そう、空気が、不穏な空気、うん、ちょっと胸騒ぎがするみたいな、うんうんうん、多感だからね、多感だから、多感だから、多感だからねスタートしたらよ、はい、ちょっとなんかかかり気味っていうのが、うんうん、なんかいつもとちょっと違うような感じ、うんうんうん、あれみたいな、道悪だしどうなんだろうみたいな、うん、ところから、あれあれあれっていうところから、いやいやいやと、大気シャトルここにありと、うん、外からも堂々と、あれ多分ね、ババのいい方を多分通ったんでしょうね、岡部さん、岡部さん、うん、相当外でしたよ、うんうんうん、不良ババの相当外だけど、まあそうだな、今度岡部さんになったら聞いてみたいな、なかなかそとてもちょっと聞けないけどすっごくこう多分おそらく馬場のいいところを選んですごい外だから、ダービーとか見ててもあるじゃないですか、
うん、この王道の外、はいはいはい、キングカメハメとか、はいはいはい、ディープインパクトとかね、王道の外、はいはいはい、もう邪魔されないように、うんうんうん、力ある馬が通ればもう前が開けばもう勝てるっていう、あの王道の外、一頭もう次元の違う背足、不良ですよ、うん、これが不良なんですかっていうような足でスパーンと切れて、さあ海外へ、うん、さあ海外へ行こうっていう、あのもうどん天の曇り空がですよ、そこからもう視界がパッとこう開けていったっていう、あの多感な吉原の胸騒ぎは何だったのかっていうなんかこう上から見てるとなんかどこ走っても同じかなみたいな気がしないでもないですし、だ待機シャトルというのはもともとがだいたい先行体制に入って抜け出すというね、はい、パターンですので、まあ、これは岡部騎手がどうなるかちょっと見ものですけど ね、 ね、はい、さあスターターが歩き始めまして、場内が沸いています。夏には海外遠征、さあその青写真通りこの安田記念を勝ってヨーロッパに向かうことができるか、待機シャトル安田記念のファンファーレです。さあこの待機シャトルに対抗する馬ということになりますと、吉田さんどのあたりを注目されてますか。そうですね、僕は馬が良ければシーキングザパール注目していたんですけども、この馬場になってやっぱりブラックホークですとかね、例えばビッグサンデー、アライドフォーシス、さあ体制が完了しました。ゲートが開いて安田記念スタートが切られました。ちょっとアライドフォーシスはタイミングが合いませんでした。さあ先行争いは外からは杉の早風、間を割ってオリエンタルエクスプレス、そしてエイシンバーリンも行きました。そしてブラックホークも早め、さらにはビッグサンデーはいけません。そして待機シャトルが、おっとちょっとこれは持ってかれ加減かな、待機シャトルが前の方に行きました。そしてアライドフォージズ、ブラックホークは下げていきます。そして4番のロイヤルスズカ、そして石のサンデーが行った。外の方からは東洋レインボー、インコース8番のヒロデクロス、シーキングザパールは後ろです。そして9番の大隅タイクーン、竹兄弟が並んでいっている。そして10番のチアズサイレンスが後方、15番のビコーペガサス、そして杉の早風後方から、その後もう2馬身ほど切れまして、7番のエイシンガイモン、そして内足毛の馬体がスピードワールドが上がっていく。さあこんな展開です。向こう流し47秒ぐらいで通過していきましたが、この馬場を考えますとちょっとどうでしょう、あるいは速いか、前の方がやや固まりかけています。外目をついてシーキングザパールがすごい勢いで上がっていきます。シーキングザパールが上がっていく、エイシンが逃げている。そしてオリエンタルエクスプレス、ご覧のように広がった広がった、待機シャトルは真ん中、白い帽子グリーンの勝負服、待機シャトルは真ん中に持ち出している。打ち出しの横を通った3番のエイシンバーリン、アライドホージズ、さあ待機シャトルは、待機シャトルは伸びるのか、待機シャトルは伸びるのか、坂を駆け上がってくる。待機シャトルは止め、まだ先頭には立てない、待機シャトルはまだ先頭には立てない。オリエンタルエクスプレス、そしてロイヤルスズカもやってきている。アライドホージズ、さあ待機シャトル来た、待機シャトル来た、そしてバタリを合わせたのはオリエンタルエクスプレス、オリエンタルエクスプレス先頭は待機シャトル、待機シャトルだ、待機シャトルだ、もう日本に敵はなし。221番オリエンタルエクスプレス、もう日本に敵はありません。待機シャトル、あとは世界に旅立つだけ。勝ちタイム1分37秒後。なんか今見ても、あ、なんかいいもの見たなってね、こう思えるような、そんな夢を与えてくれた安田記念でしたね。強かったね、待機シャトルは本当に強かったな、ね、完全無欠っていう言葉は、この馬のためにあるというか、初めて完全無欠っていうものを、何か形で表すとするなら私は待機シャトルだったっていう、なるほど、そういう存在だったので、確かに無敵やったね、無敵ね、無敵だった、無敵だったんだけど、最後の最後でね、まあね、まあ負けちゃうっていう、はい、だからこれもまた一興というか、まあね、競馬っていうのはまた難しいんだっていうね、ことを教えてくれたなという馬であり、レースであったという感じでしたね。藤沢先生を取材されたことはないんですか、吉野さん。これがね、もう本当に残念なんですけどね。ない。ないのよね。見たことは、生で見たことはあるかなぐらい、
でもやっぱりある程度その場が整ってないとインタビューができなかったりするのも事実なんですよ、はいはいはい、例えば共同会見があって、うんうんうん、その共同会見に来てもらって来ていただいてで、まあ、しゃべるっていうこともそうですし、うん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 、あとはその終わった後、たまたま関西で、何かこうマスコミ向けのインタビューとかの担当がついてて、はいはい、勝った調教師とかに聞くっていう時もあったら、まあ、聞く可能性もあるんですけど、うん、まあ、そういうこともなくで基本的には見本にいるので見本に行くこともそんなになく、まあ、うんうんうん、だからこれだけもうザ調教師というか、うん、調教師の代名詞というわけじゃないですけど、まあ、象徴的な存在の藤沢先生のお話を、うん、結局ね一回も聞くことができなかったんですよ ね、 なるほどね。そうなんだよな。そうだからもうねグランアレグリアの G1 のねね実況もしてるのにね最後のね勝利は、うんうん、あの週に見本に取ればということもあるんですが、まあコロナのねこともあったからそうかそうかそうやねなかなか行けず、なるほどね、そうそう、まあ行っても入れずというね、うんうんうん、そういうような状況もありですね、うん、結局お話を聞くことができなかったのが心残りでございますがね、うん、なるほどね。すごいね。でもこう本当に、うん、まあ馬優先というかね、うん、あの体調のこととか、うん、ねを優先した上で、そうですね、この結果、はい、うん、でもだから僕もこのアンケートを見てて本当に競馬ファンの皆さんは、はい、大和魂の新馬戦を見たいっておっしゃってる方が結構いらっしゃったんですよ。で僕もまさにそれを思ってて、これ大和魂っていうのは、うん、藤沢和雄調教師がもう調教師になっても本当すぐぐらいの時だと思うんですけど、うんうんうん、この大和魂と出会ってこれはすごい、うん、強いいけるって思った時に結局何戦目かな2戦目で2戦目か、うん、2戦目で故障を発生してそのまま予後不良になってしまうんですね、うん、でその悔しさがあってまあよく藤沢先生が言う一勝より一勝一つの勝利より、まあ、一勝、うん、生涯人生生涯一勝を、うん、まあ、言葉と掲げるわけなんですけれども、うん、そういう、こう馬の存在があって大和魂という、うん、そのレースをねちょっと僕も見たいなと思ったんですけど関西テレビではちょっとなくてというかない、たどり着くことができず大和魂の新馬戦に、すごいね、カンテレ競馬でなかったらなかなかないで、これなかなかないよ ね、 これね、結構調べてくれたんでしょ。結構調べましたねいやちょっとこう見たかったし、うん、大和魂ってどんな馬やったんやと、藤沢和雄調教師の原点という、うん、うん、イギリスでねその、まあ、調教師になるための若かりし藤沢和雄先生は研鑽を積んでいたわけですけど、うん、そこからこう日本競馬の革命家に至るまでに、まあ、培った藤沢和雄先生の覚悟みたいなものが、うん、その大和魂の予後不良っていうところからこう作られていくっていうところの、まあ、原点ですからね、うん、ちょっと私もこの機会に見たかったんですけど申し訳ございません、ちょっとテレ競馬では検索することができなかったという。まあね、でもこう、まあ、後を継ぐというふうに言われている海老名さんが、うん、ね、そうですね、またどうやってどういうスタイルでね、はい、こう厩舎をやっていくのか、うん、ね、どういう馬を作っていくのかっていうのはもうワクワクしますね、やっぱりね。そうですね、うん、その藤沢スタイルっていうのがしっかりと受け継がれていって、うんうん、まあ、藤沢和雄先生に関わった人たちね、うん、海老名調教師だけではなくていろんな方たちにそれが伝わっていって、うん、また新しい競馬っていうのがねどういうふうに変わっていくのかというところで、これからもねその期待していきたいと思いますが、まずはその藤沢和雄調教師のね週末の表情なんかもしっかりと見ていって、中山記念には、ね、中山記念に3頭ぐらい出るんですか。そう出るから、ね、何かね、うん、ビートの中でお伝えするようなところは特にコーナーを設けて、あ、設けてます、ね、設けてます、はい、なるほど、どんなコーナーになるのかちょっと私全然知らないんですけれどもぜひご覧いただきたいなというふうに思っております、はい、さあではこちらの
方も関西の重賞は阪急杯になりますけれども、阪急杯の方はね、藤沢和夫厩舎の馬は出ずということになりますね。コントラチェックがね、そうなんですよ、登録されてたんですけどね、ちょっと出走までに。こっちの方が合うんちゃうかなって思ってたんやけどな、距離的にもね。確かにな、ということになりますけれども、なかなかこれも難しいメンバーということになりそうですかね。メンバー紹介、何からいきましょうか。体制ビジョン、ちょっとここから行くのはあれかな、前走は阪神カップ4着でした、うん、その前が京阪杯2着ということで重賞でも好走している、うん、まあ最近の成績でもあります。阪神は2勝とね、しっかりと結果も残しているし、もう末足の確かさというのはこれ折り紙付きですから、はい、うん、どうかなというところで2ヶ月ぶりのレース、はい、久々の重賞勝利になるかどうかということになります。あとはダイアトニックかな、うん、うん、前走が京都金杯4着でしたけれども、まあ、重賞は2勝してる馬ですね、スワンステークスと函館スプリントステークス勝っています。高松宮記念もね、あわや勝利かという瞬間まで行きました、ね、はい、あ、行きましたしね。阪急杯は1位入選もありました、はい、過去には、はいはい、あ、うん、懐かしい、あったよね、ありましたね、振り返ってみると2年前かな、ありました、ね、2年前、去年かな、2年前かな、うん、ありましたね、はい、だから骨折してたんですねこの馬ね、うん、骨折して、ね、はい、まあ、およそ1年ぶりとなったレースを経て前走ということにもなったので7歳になりましたけれども、1年のブランクがあるということを考えるとまだまだ若々しいという。そうですね、まだ多分20戦ぐらいしかしないんですよね、確かね。そう、はい、そう、ちょうどこれが21戦目ってことになる馬でございます、うんうんうん、はい、あとはグルービットとかリレーションシップとか、うん、あとやっぱこの人忘れちゃいけないね、先週見事98回目の重賞挑戦で制覇しました、うん、岩田未来騎手、ついに勝った ね、 ね、京都牝馬ステークス、うん、やりました、やりましたね、うん、でも本当に申し訳ないよ、なんで岩田未来だったら買わなくていいやって思ったもんね。あ、そうだったの今までは、いや、なんで重賞はね、あ、まあ、これまでだからてか先週ね、そのまさにあのロータスランドね、うんうん、はあのそっか未来さんだったら今回はパスって、なるほど、まだ勝ってないからっていうこともあって、はい、そうです、はい、うんうんうん、そんなわけでしたけども、もうその選択肢ももうなくなりましたよ、もうこれからね、やっぱりこう一つから破った人は、うん、いや、どんどんいきますから、もう本当に本当に、うん、バンバンいくんじゃないですか、ね、今週はグレイイングリーンに騎乗するということで、はい、うん、人気するんじゃないですかね、するでしょう ね、 ね、お母さんリトルゲルダ、うん、お父さんディープインパクトっていうめちゃくちゃいい血統で、うん、4歳でしょ、3勝クラス勝ってオープン入り流れ来てますよ、阪神走りますからね、うん、2勝2021、うん、いいですね、流れ掴んでる人馬で行くでしょうか、はい、あとエイティンガールもいた、忘れちゃいけない、エイティンガールはね、うん、前走京阪杯を勝っていて金蘭のカップ2着か、だからもう重賞では好走してる馬ですね、展開なんかにもよりますけど、うん、末足は本当にもうすごい馬ですから、今のあれですかね、うん、あの哲司さんの女ですかね今ね、そうか、哲司さん今哲司さん恋しちゃってる、はい、うん、確かこの京阪杯も単勝で確か取ってらっしゃった、そうだ思い出した、そうだそうだった、うん、そうだった、これ最終レースだったんですよね京阪杯、そうですね、うん、ジャパンカップの、ね、その時に言ってた、うん、そうだ叫んでた、叫んでた喜んでた喜んでた喜んでたそうだそうだ、うん、そうですね、はい、っていうまでまさに牝馬ならではの切れ味を持つ馬ということでございます、はい、これはまた難しい、難しい、なかなかちょっと展開もなかなか読みづらい、うん、うん、ですね、またこれ何が逃げるのよう状態ですよ、そうですね、これは、まさにこれしかないんじゃないのっていう感じだけども、分かんないな、うん、全く分からん、うん、うん、ということで、はい、佳境実況いきたいと思います。さあ1着馬に高松宮記念優先出走権が
与えられます。第66回目ゾロ目阪急杯です。スタートしました。揃ったスタートになった。さあ先行争い何が行くのか。この先行争いがちょっと戦前から予想がしにくいところではあるんですが、これが行くしかないかなというところで、先頭に立ったのはビジュネルです。ビジュネル先頭1馬身のリードを取って、そして2番手に続いているのが先週フェブラリーステークスを勝った福永雄一と初コンビのクリノガウディ、前目のポジション2番手。3番手にはサンライズオネスト、それからリレーションシップが続いてリンゴ飴、この位置外から、その後ろにはモントライゼがいて、グルービット、宇宙町を通ってダイアトニックと岩田康成が追走しています。その後ろからは先週悲願の重賞初制覇岩田未来とグレイングリーンはダイアトニック、親父の後ろにいる。その後ろには末脚にかける大成ビジョンとトラベスーラ、ミッキーブリランテ、後方からザイツィンガーと、京阪杯の覇者エイティンガールは最後方からの追走になりました。早くも勝負どころ4コーナー手前に入ってくるビジュネル先頭だ。2馬身くらいのリードを取ったビジュネル、逃げ切るのか。その後ろから福永雄一とクリノガウディも差を詰めてくる。2週連続やるか福永雄一。そしてその外からはモントライゼ、さらに外からダイアトニック上がってきた。骨折を乗り越えたダイアトニック、その後ろからはグレイングリーンだ。ダイアトニック、岩田康成、グレイングリーン、岩田未来、親父と息子が外から迫ってくるぞ。ダイアトニック、グレイングリーン、親父か息子か、外からモントライゼも差を詰めてくる。親父か息子か、親父か息子か、親父だ。ダイアトニック1着、そして2着にグレイングリーン、3着にモントライゼでした。ということで、なるほど、こういうドラマもあるんじゃないですかということですね。岩田親子の戦いということになりました。なるほど、はい。あの岩田康成ジョッキー今年乗れてますよね。先週ね。そう、先週も、フェブラリーステークスで TM ね。はい。サウスダンね。そう、サウスダンが、パーッとこれ、専用に強馬だから、あそこの位置で上がっていくのってどうなのかなと思って見てたんですけど。そうね、最初ちょっと様子見てたけどね。そう。でもやっぱ思い切って乗ってるし、動くときにパッと動いていくのが、あ、これが親父、岩田康成ジョッキーだなーっていう。これが親父。これが親父だよ。やっぱね、親父も息子も調子がいいというか、横山家じゃないけど、ね、息子の影響、親父もこう、親父もだって親父でやろうとしてるからね。そうね。もう、親父だけど、もう、なんていうのかな、お父さんになってないって、なんか、息子頑張れじゃないからね。はいはいはい。息子に負けねえぞっていう親父が、親父だから。なるほど。うん、のりひろさんも、やすなりさんも。のりひろさんも、やすなりさんもね。ですよ。っていうことを考えて、やっぱ息子の、その、岩田未来ジョッキーの勝利を、喜びつつ、今週こそはっていう、まあお父さんのね、気持ちなんかも感じるという言葉もありまして、ダイアトニック。まあでもそれだけじゃなくて、やっぱりこの馬強いよね。まあそうね。強いよ。で、特にやっぱ1004っていう舞台っていいんじゃないですか。スワンステークスも勝ってる舞台ですし。一番専用向きなんじゃないかなっていうところもあったりします。骨折明けの前々走から、だからもう一回ね、立て直しての京都金杯って16でしょ、16でザダルと0秒1秒差 57.5 キロ背負ってですよ。そうなんですよね。で今回56でしょ、1.5 キロマイナスよ、金量、で得意の専用よ、外せないよね、ちょっとね、普通に競馬すれば、で岩田康成ジョッキーの今の流れを考えれば、思い切って動いていけるっていう、そのなんか後手後手じゃない、先手先手の岩田さんらしさ出せるとダイアトニックいいんじゃないでしょうか。まあそんなね、岩田未来騎士のグレイングリーンも流れを買ってっていうところはあるんですけど、まあこのあたりがね、この重賞でどこまでいけるかっていうところが一つ試金石かなというところもありますが、NHK マイルカップがね、G1 でちょっとね、惨敗しちゃったっていうところもあって、そこからまた一回2勝クラスからやり直して、積み上げてきて、やっとオープン入りして、ここでちょっと行ってほしいな。ここは願望も込めてということですけれども、血統がいいんでね。そうですね。まあここで岩田未来騎士の、勢いを変えたいというふうに思います。穴っぽいところで狙うんだったらモントライゼ、この馬も専用でこそ力を発揮する馬なんじゃないかと。なるほど。今回ペースがそんなに速くないんじゃないかなと。そうね。
いうことあんまりこう引っ張っていくタイプはおらんよね。でしょ今回ね。でそうなった時にやっぱいい位置からそこそこ末脚のある馬っていうのがやっぱ上がってくるだろうな、展開の利を生かしてと、うん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 、いうことを考えるとこの馬になるかなと。前走ね負けてるんですよ、それアイビスサマーダッシュ、これはもう直線 1000m の競馬、はい、もうこれもう度外視、度外視、度外視、もうちょっと合わなかった、うん、っていうことを考えると 1400m ぐらいまでなら大崩れほとんどしてませんから、うん、旭川でね 1600m10 着ってありますけど1004までは大崩れしない、うんうん、っていうことを考えれば十分に馬券圏内に入ってくるであろうということで選びました。なるほど。いかがでしょうか、桂君。そうですね。じゃあまずは先に、うん、今週も届きました、先週お見事でしたドラマティック予想、いきなり的中、金井さん。金井さんね、僕もだから競馬リード終わったぐらいでね、はい、来ましたね、おめでとうございます、うん、外れましたと。あ、買い方か。買い方は単勝は買ってなかった、うん、ソダシ単勝買ってないということです。ソダシ買ってない、一番ソダシ買ってそうな人なんだドラマ追いかけて、はい、ソダシは買ってない、ソダシは買ってなかったか、TM サウスダウン買ってたけど、まあただね、物語的にはそうだね、ちょっと反省しました。なんかドラマティックな予想ってあんまり当たらないんですよって僕先週言ってました。先週言いましたね。ごめんなさい。一発で当たりましたね。ドラマは両立する、両立するっていうか、ドラマはハマるね。なるほど。すぐハマる。ああ、聞きたいです。それでは、反省ついでに、もう一回反省してください、はい、吉原さん。え？発表します。うん。今週も、はい、金井雅人のドラマティック物語予想。はい。切っても切っても切れないものは何だ、うん、それはきっと親子の縁ファンファーレが鳴り響きガシャンとゲートが開いていざ一斉に走り出す十数頭でかたどる陣形の中同じレースに騎乗する息子の挙動を父の背中を意識せずにはいられるのだろうか、先週京都競馬場にてやっとのことで息子が開いた重い重い扉の先にはさらなる光が待ち受けているに違いない、共同通信杯フェブラリーステークス勝利の女神はどうやら父のすぐそばで、あとはにらめっこというところ、ダイアトニックグレイングリーン阪神最後の直線の坂、父の背中を追い越せとばかりに鞭を入れる岩田未来、いやまだまだ行かせるものかと印をつく岩田康成、そんな親子の合わせ馬を勝利の女神は微笑んで見守っているに違いない、ビッグママ金井雅人申し訳ございません、ね、おい反省しろ MC、 まさかなほんまやな、金井さんはドラマの予想をしてくるそこも踏まえて、お吉原とお前は何なんだっていうその逆算ができてたらあんな架空実況しないよね。そうね、こう MC がね、まあこう送れと送ってくださいとラブコールをした金井さんのドラマチック予想を先に全部発表するというですね、取り直していいですかやばいな、ごめんなさい、だからか、いや架空実況終わった後になんかもうすげえシーンとしてていつもならもうちょっと反応があるんだけど、なんか何もなくて絶句みたいな片山 P も桂君もなんか絶句っていう苦笑いでしたね、完全に片山さんと僕苦笑いしてました、これはルール違反だよなこれはルール違反、仕方ないけどね、仕方ないけども、うん、まあまあなんていうんですかね、MC としての素養はどうだろうかっていう話かな。そうやな。すいません。ね、はい、ね、僕と片山さんも吉原さんが架空実況をするときに初めてその架空実況の内容を知りますから。そうなんですよ。毎回そうなんですけどね。まさかね、うん、ちょっとそのね、親子の、なんか、
道中から若干その振りが始まったなっていうのをこうちょっと感じ取って、感じはしてた、ね、感じ取ってたんですよ、うん、俺はまさかと。そうやな、嫌な感じは的中しましたね。はい、でもね、金井さんいいこと言ってたよ。やっぱね、岩田さんがね、岩田さんらしさである、うん、内をつくって言ってるじゃない、うん、俺そこまでは分かんなかったなるほど。なんか僕の中ではあんまり内をついてなかったから、はいはいはい、そうかと。金谷さんの中では内をつく親父、だから外からグレイングレインが追い込んでくるんですね。だからこれはっきり見えたね。私の架空実況でちょっとぼんやりしていたものがしっかりとこう金谷さんのドラマティック予想で映像として浮かび上がってくる。今でもすぐ映像化できますよ、ということで、本当に申し訳ありません。これだけは気をつけよう。もう今後これを起こさないようにします。かなえさんに。どうかね、ちょっとかなえさん、これに、こう、嫌気がささずに。ほんとすいませんでした。もう、ちょっとまた懲りずに送っていただきたいというふうに思います。どうせ送っても先にお支払いが言うじゃないか。なるもんな。いや、ほんまあかんわ。ね、ほんまあかん。すいませんでした。まさかこんな展開になるとは。桂君、ちょっと挽回よろしくお願いします。僕はですね、まあ、確かにあの、吉原さんのおっしゃる通り、やっぱりこう、うん、ある程度前に行かないと、ちょっとこのメンバーだと後ろからっていうのはなかなか難しいのかなというのがある中で、まあこの人気なら絶対に抑えときたいというか、まあこれから行きたいなっていうのがもう、ミッキーブリランテですね。ああ、この馬も背足結構鮮やかな馬ですけどね。去年2着ですよ。まあやな、レシステンシアの2着。そうやな、うん。で、やっぱ選手、時計がね、芝の時計早くてね、うん、もしかしたら去年以上の時計が出るかなというような状態の中で、うん、前走ダート 1200m 走った、うん、そのなんていうんですか、勢いのままに、うんうん、全身規制がついた状態で、うん、1004一番向く舞台、はい、いいんじゃないでしょうか。代わりに行きたいというか、このね、変化をつけてきた後、やはり厩舎でしょ、いや、何か絶対狙い持ってるね。うん。うん。だと思いますね。そうですか。はい。まあ、ペースがね、遅くなって、緩やかなペースになって、うん、どちらかというと、用意ドン的な競馬になれば、うん、後ろにいても、十分に可能性はあるっていうこともあったりしますので、うん、末足決着になった時に出てくる意図なのかもな、というところはありますね。はい。ということで、ちょっと私は立ち直れませんが。いやー、番組も後半に入ってきました。もう終わりです。終わりでいいんじゃないでしょうかね。やっちゃった感がありますけどね。はい、ケバビートも、ね、2月の終わり、3月の初めということで、はい、いよいよこれから春になっていきますけど、ね、どうかな、阪神、結構まだ寒いんですよね。あ、そう。寒いよ。まあ、六甲おろし的な感じ。冬の六甲おろしきついからね。寒いんや。寒い。まあ、先週ちょっと行ってなかったですけど。もう先週ね。先週はちょっと駅伝やってましたね。吉原さんね。はい。なので、ちょっとまた行きたいと思います。はい、だんだんこう寒さもね、和らいでくるっていう話もしてますから。ごめんなさいね。なんか、屋内のね、あの空調のしっかり効いた部屋で、僕はやってますけども。いえいえ、とんでもないです。とんでもないですよ。ね、しっかりとね。なんやったら冷房かけてるぐらいの状態でやってますけどね。あ、暑くて、あ、そんな感じ。暑くてっていうか、まあ、基本的にこう、機材を、ね。ああ、冷やさなきゃいけないっていう。だから、暖かくしちゃいけない。なるほど。というような状況の中でやってますけどね。うんうん、はい。ということ風邪ひかないでくださいね。そうね。風邪ひかないで。はい。カンテレアナウンサー陣見たね、総出ですよ。土曜日、今週土曜日は沖縄で野球中継があるんですけど。ほう。その野球中継を終えた、石田和弘アナウンサーが、阪急杯を喋るということですから。まあ、阪急杯といえばね。そやな。阪急杯といえば確かに石田さんのイメージあるな。結構ドラマチックになるんですよね。ね。そうなんですよね。ダイアナヘイローとかね。そう。ダイアナヘイローの福島調教師の、はい、まあ、定年で見事、それをアシストしたのは竹内騎手みたいな。ドラマ起こるわ。どんな？え、どんなじゃない僕と言う、金井さんの、金井さんの思い描くドラマが、また今週もっていうことがあるかもしれません。中山でもね、やっぱこう、藤沢先生の、そういうのもね、確かにね、はい。そうですね、番組としてもしっかりとお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。